今回は初めての麦茶を飲んでみます。イエーイ。で早速イエーイ開けてみましょう。じゃあキキこういう風に開けてね。今日はこのストローマグっていうやつを使ってみます。はい、じゃあ入れます。じゃあキキ押さえててあげて、倒れたら大変だから。ほら、お茶入れてくれるよね、ちゃんたちが。お茶だよ。おお。これくらいでいいかな。うん。じゃあキキ蓋閉めてください。ギュッと閉めてね。ギュッて、すぐゴーッとしちゃうから。今お風呂上がりだからね、喉乾いたね、ゴーね。よし、オッケー、はい、オッケー、開けれる？オッケー、じゃあ飲めるかな。頑張れ。お茶です。喉乾いた。お茶です。できるかな。ほら、わかるかな。お、飲んだ。お、すごい。そう、お、すごいすごい。あ、どう？キキも一緒にお茶飲む。キキも一緒にお茶飲む。はい、どうぞ。もう一回飲んでみよう。どうかな？かじってる。あ、すごい飲んでる。本当だ。哺乳瓶みたいにめっちゃ吸ってる。飲めたかな？すごい。おお。イエーイ。イエーイ。イエーイ。泣かなくていいぞ。あれ、もっと飲め。そう、上手。すごいね。初めてなのにできるもんだね。そう。すごい。喋り出した。ねねもそのベビー麦茶飲んでみる？飲んでみましょう。多分ね、味がちょっと薄いのかもしれない、普通のより。ちょっと、キキも飲んでみる。いいよ。そんな変わんない。同じ？うん、薄い。でもこのお茶に味ちょっと似てる。あ、そうなんだ。うん、うまいか。おいしいですか。おお。ゴーのおにぎりでもブラック食べよ。おいしいですか。もらった。おいしそうだね、ゴー。すごい吸ってるね。優しいお姉ちゃん。美味しいですか？美味しい。うん。おお、垂れてる。オーマイガー。オーマイガー。めっちゃ楽しい。以上、こんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバーイ。